それでは、藤野選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。試合後、悔しいですすごい悔しい、やっぱり悔しいんですけど、試合して終わってこんなに清々しい気持ちになれた試合ってもしかしたら初めてかもなって思ってます。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？相手の印象、いや本当に組みに来ないんだなと思いました終わって聞いたら、いや打ち合うって言ったじゃんって言ってたんで、いやもしかしたらすぐ組みに来るのかなって思ったんですけど、本当に殴り合う気で来てくれたんだなっていうのは思いました。9年前に戦った会場から、はい、こうやって埼玉スーパーアリーナという会場で、はい、戦ったことについてはどう思いますか？試合やることに関しては、私はどんなちっちゃい会場でも大きい会場でもやることも気持ちも変わらないんですけど、自分たちがやってることをたくさんの人に見てもらえるっていうのはすごいやっぱり嬉しいですし、そうですね、やってることをもっと知ってもらいたいっていうのはあります。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えていただけますか？はい、今後の展望とりあえず顔の、まあ、腫れ引いたら練習は再開したいんですけど、まあ、いつ、さっき浜ちゃんともいつになったら辞めれるのかってなってたんですけど、そうですね、まだ戦える限りは格闘技好きなんでやっていきたいですし、それを少しでも多くの人に見てもらえたら嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問お願いします。スポーツライターの布施と言いますけど、お疲れ様でした。お疲れ様です。今左目のあたりが結構腫れてますけど、それだけ腫れたっていつ以来ですかね？これだけ腫れたのですか？はい、結構腫れてんですよね ビビアニアロージョ戦もかなり腫れて止められたんで、それぐらいですかね。その後も腫れた、あ、でもその後も腫れてるか、よく腫れてるんでもちょっと分かんないですね。でも腫れが引いたらまたすぐ練習は再開したいっていう、これ1週間で大体引くので1週間ぐらいしたら全然大丈夫だと思います。まあ、そこまで腫れてもまた練習したい、戦いたいっていうモチベーションっていうのは今藤野さんのどこから湧き出てきてるのでしょうか？腫れることは全然何とも思わないので、本当格闘技好きなだけですね。格闘技より面白いものが私には今ない、今というかずっとないので、ずっと好きでただやっていきたいだけです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、すいません、フジテレビ広報です。今すがすがしい、こんなにもすがすがしい試合は初めてかもっておっしゃったんですけど、はい、ちょっと具体的になぜ今回の試合がどういうところが清々しく思えたのかっていうのを教えていただけますか？まあ、試合決まって複雑な気持ちは正直あったんですけど、最初お互いリング入って向き合った時の顔を見た時に、なんかなんだろうなあ、もうもともと全力で行く気だったんですけど、2人でこの試合作り上げるんだっていう気持ちにすごい慣れて、で3ラウンド目かな、なんか浜崎選手笑った時に、なんかあ楽しいんだなってすごい、彼女と試合できて楽しいし嬉しいなっていうのがすごい出てきて、で終わった後なんかすっきりしましたね。思いっきり打ち合えて楽しかったです。ありがとうございます。
他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、すみません、フリーライターの橋本です。いざそういう、パンチの打ち合い打撃戦になってみて、はい、浜崎選手の、パンチの威力あるいはテクニックっていうのはこう試合の中でやってみてどのように感じましたか。9年前よりやっぱり全然上手くなってるなっていうのは思いました。で、私もちょっと試合だいぶ空いちゃったんで試合感も結構なくなってたのもあったんですけど、やっぱり彼女の組の選手でフィニッシュが多い選手ですけど、やっぱり打撃もやっぱ上手いし、全てにおいてレベルが高い選手だなっていうのを感じました。すみません、あと、浜崎選手が、こうマイクで喋りながらいろいろ過去のこととかを思い出してちょっと込み上げるものがあったっていうふうにおっしゃってたんですけども、はい、藤野さんは何かこうやってみた後に思い出した場面とかって何かありましたか、これまでの2人の歴史の中での。思い出した場面、9年前に対戦した時とはやっぱ全然違う気持ちだなと思って、あの時はもうお互い何も知らない状態で対戦したんで、そこからずっとやめずにどっちもまあ続けてきて、で、まあ、練習したりプライベートでご飯行ったりして、でそしてさらに試合するって終わった時になんか、はい、一緒になんか作り上げてきたなっていう気持ちにはなりました。その他ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、松山さんお願いします。あ、合格松山さんです。お疲れ様です。左で1回だけ刺した瞬間があったと思います。はい、あそこで組んでた時にどういうふうにこう、テイクダウン考えたと思いますけれど、そこまでは持っていけなかったっていう、手応えとしてはどういうふうに感じましたか。テイクダウンの手応えですか。はい、まあ、深追いするとちょっとアームロック来るかなっていうのを警戒私もしてしまったので、まあ離れてもう一回打撃で持ってった方がいいのかなっていう選択をしてしまいましたね。今は巻いてませんけど左足がテーピングがあったと思います。はい、爆弾を抱えてたかと思いますけど、はい、それでもこれからもやっていきたいというふうに思ってますか。そうですね、まあ、体が持つ限りはもともと去年の12月手術してあと一戦持つか持たないかって思ってたんですけど、はい、思いのほか、まあ、良くなって試合今回できたんで、まあ、あと続く限り、まあ、つっても数戦だと思うんですけど、やりきるだけやって終わりたいなって思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。最後に私からご質問いいですか。はい、まあ、仲のいい浜崎選手と、まあ、こう殴り合うっていうことって、はい、もうなんていうか一般の女性からしたらすごくやっぱりどういう気持ちなんだろうっていうところがあって、それを例えるならどういう行動ですか。例えば一緒にジェットコースターに乗るとか、カフェに行くじゃないですけど、どんな感覚なんでしょうか。彼女が浜崎選手がやってきて伸びた最高の状態のものを出してほしいっていう気持ちですね。私も今自分ができる一番のことを倒すつもりで彼女にやるから、彼女にもそれを見せてほしいっていう感じですかね。お互いのできる一番最高なことを しようよっていう、だからなんだろう、ジェットコースターの一緒になんかしようよっていう、あ、もう遊ぶじゃないけど、なんだろうな、一緒にできる一番のことを作り上げようよっていう気持ちですかね。ありがとうございます。はい、他ご質問大丈夫ですか。はい、それでは藤野選手の試合後インタビュー終了になります。ありがとうございました。